こんにちは。ようやくトランプ大統領もマスクをつけ始めましたけど、今日も東京の感染者は206名、依然200人オーバーが続いていますね。大阪でも32人と、本当この先どうなるよね。そんな中ですね、いきなり連絡がありまして、急遽東京へ行くことになりました。それも仕事の都合でですね、夜行バスで大阪からね、東京、さっき片道のバス料金を調べましたら2200円と、安いのはいいけど、まあ安いだけでね、どうなんかな、ちょっと思うところあるなっていう感じですね。まあ今はね、ほんとオンラインで仕事のやり方がすごい変わってきてるんですけども、まあどうしてもこうちょっと会わないといけない案件なんで、やっぱそういうのはまだまだね、オンラインだけでは変わってきへん部分もたくさんあるんで、まあとりあえずちょっと行ってきます。はい。